え、いやこれ動画ですよ。何なんすか。にゃん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 言ってきました。餃子、餃子専門店らしいです。なんか同じ声聞こえるけど、笑い声聞こえようか、入ってみようか、こんな時間からですね。じゃあ行ってみましょうか。はい、さて、にゃんにゃんを出た我々1個までねえか1個までない。久留米のどこかを歩いておりますと。思いっきり中心ですよ。まあ中心やね。中心やけど、いや分からんもんね、土地勘がないから。まあどっか街中の方だよね。全然分からんもん。まあ分からんでしょうね。間違いなく間違いない。はい、ということで、すでに一人になっております。さっきまでムーさんが、隣にいたんですよ、ついさっきまでね。で、そっからっていうか、まあムーさんと会ってね、まあいろいろ話したよね。何時ぐらいだかな、5時ぐらいじゃなかったっけ、からさっきまでいましたから、今23時26分、23時頃までいたよね。ていうか、そこでずっと焼肉食ってました。食ってたっていうか、食った後に話してたって感じですね。まあ、いろんなことね。いろんなこと。いろんなことだね。まあ、世間話が多いのかな。どっちかっていうと。で、もうこの時間でね、もうすでに、まあ、見てる通りね、もう目が細くなってると思いますけど、もう眠いです。まだ限界じゃないけど、まあ、間違いそんな長くはもう走れないなと。言った感じにはまだなっております。ほっそ。で、まあ、もう、久留米の方にいてね。今、久留米の方なんですよ。まあ、久留米か。で、トライアル久留米店に来ておりますね。ドラッグ&フレッシュ、トライアル久留米店でございます。ここは前にも寄ったはずですね。なんだろうね。なんか3つあるんだよね、トライアルって。スーパーセンターとメガセンター。そして、ドラッグ&フレッシュ。もう買い物はね、すでにしてきてあります。お茶の2リットルと、朝ごはん用のいちごのパンですね。買ってきました。で、今から道の駅に行って、ちょっと、人寝入りしようかなと思います。あと、喉が痛い。喋りすぎたのかな。ずーっと喋ってましたからね。ということで、本当はね、温泉に行こうと思ったんですけど、ちょっと、ずっと話してて、時間が下がっちゃったもんだから、付近に空いてる温泉はないですよ。今調べたら、この辺で空いてる温泉を見ると、付近でね、多分車で20分圏内ぐらいかな、見ると、だいたい22時ぐらいで閉まってるんで、23時ね、こんな感じ。40分になるんで、とっくに終わってましたね。最終が19時じゃなくて21時半とか22時なんで、ということで、まあ、起きてからね、風呂に行こうかと思います。ということで、とりあえず、道の駅に行きましょう。ということで、寝る準備が完了いたしました。そして、今、ここにいるのは、道の駅久留米でございます。じゃじゃんと。街灯ぐらいしか見えませんね。ということで、寝る準備もね、こんな感じで完了しております。これは枕ですね。フルフラットにムーブはならないんで、今の原稿はわかんないけど、後ろはこんなもんっす。一番倒した、これ一番倒れてる状態です、このシート。倒れて、一番後ろにやってて、これです。こういう状態ですね。足がね、かかとがちょうどここに出るぐらいですね。あそこであの枕が頭なら。で、
こっちの方はこんな感じで、さっき買ってきトライで買ってきた濃いお茶でクーラーボックスと、あとバッカーやらね、ライブエルやらこんな感じで乗っております。というわけで、このような感じで、寝ようかと思います。もう12時前ぐらいじゃない、時計がないわ。時間もね、もう0時前でございます。ということで、あとはね、もう寝るだけでございます。いやー、ちょっとね、今この辺の釣り道具をこうガチャガチャ動かしてたもんだからね、暑い。今暑いです。外気温が25、6度ぐらいだったから、まあ、そこまで言ってもそこまで暑くないはずなんですけど、でもちょっと動いちゃったもんだからね、ちょっと暑い状況です。はい、まあ、落ち着いたらおそらくまあちょうど良くなるかなと思うんで、まあゆっくりね、今日はぼんやりとしようかと思います。ということで、おやすみなさいませ。おはようございます。ラウンズでございます。今道の駅久留米でございます。時刻はですね、こんな感じです。10時半になりました。若干腹声になっております。まあ人多いですね。7時ぐらいに起きたのかな、一旦で久留米の道の駅で、俺は野菜とかなんか欲しいものがあれば買いたかったんで、まあそのオープンするまでの時間まで待ってたって感じなんですよ。で9時ここオープンなんですよね。ホームページがあるんで、ここの道の駅はここ専用、専用ってかあれのね、9時オープンなんですけど、9時オープンだからといって、その農家の人が野菜をボーンって一気にもう持ってきてるわけじゃないんですよ。オープンしてからも結構持ってくるんで、オープンして少ししてちょっと行きたかった泊まって、まあちょっとこの時間になったといった感じでございます。でここはね、まあここそもそもポイントカードがあるぐらいで結構人気な場所なんで、車がねまあ多いんすよ。で、今からちょっと顔を洗って、で、買い物をしてね、道の駅で買い物をしてちょっと、ね、戻っていきたいと思いますけども、で、まあ、その後ちょっと温泉に行こうかと。昨日の夜入ってないんで、どっかね温泉を探してるんですけど、まあ、ここがいいかなっていうのが一応あったんで、まあ、ちょっとまた後からねご紹介したいと思います。とりあえずは、道の駅久留米で何か買っていきたいと思います。はい、ということで道の駅久留米で、顔を洗ってきてからの、ここでなんとか多分見えてると思うけど、久留米の道の駅でございますけども、買い物をねガラッとしてまいりました。こちらでございます。まず見えてるのがネギですね。ネギ100円、なんかね、ホワイトなんとかって書いてあったわ。ちょっと高いよね。まあ、いや、そんな買わないか。で、腹減ったんで、単純に腹減ったんで、なんかね、食べ行こうにもなんか、そんななんかね、あれがないんで、なんか食べたいなっていうのもないし、どうしようかなと思って、で、これ買いました。これすごくないですか？カマス寿司ですね。サバ寿司ならぬカマス寿司ってあったので、ちょっと食べてみたいなと思って、とりあえず購入してみました。うん、ちょっと酢飯の匂いしますね。でまだまだね、まだまだあるんですけども、そしてこの箕面地鶏卵290円、なんかねこれが美味しそうで、なんかしかも一玉がね、これ料理するちょっと分かってないか、料理する人は分かるんですけど、もう多分 LL サイズぐらいなんですよ。これがちょっと気になってね、買ってみましたと。でこれ前回も買ったんですけども、こんにゃく、お刺身こんにゃくでございますね。昨日の道の駅でも買ったんですけど、こんにゃくまあまあ好きなんで、で刺身こんにゃくってね、結構ね、刺身醤油つけて食べるんですけど、美味しいんですよね。このこんにゃくの味が濃い、市販の普通のやつと違って、めちゃくちゃ濃いんで、醤油つけて食べるとめっちゃ美味しいです。こちら練り物系かな、はい、この天ぷら3枚で115円で安くないですか。これが、2セット、これが1セット。これは規格外品で5枚で115円やったんですよ。なんか焼きたてがあって、それは3枚で100円やったんで、まあ別に食べればいいやみたいな。はい、そしてまあうちの親のお土産になるかな、この辺は、高菜の塩漬けでございます。そしてこれはね、もうこれもうちの親のお土産ですね。漬物好きなんで、
漬物を漬物で攻めました。あとね、野菜などなのですね、シシトウで、さらにシシトウ、実は作ってる人がよく見ると違うっていうね、こんな感じでね、作ってる方がねちょっと違います。でもめちゃくちゃあったんですよ。 5人6人ぐらいいたんで、これどれ買っていいかもう分かんねえっていうことで、本当はね4種類ぐらい買おうかと思ってたんだけど、いやそんなそこまで食べるか分かんないんで、まあ、まあ、あれば食べるんですけど、オクラも結構傷みやすいですからね、ちょっと長持ちしづらいところもあるんで、まあ、とりあえず2袋買いました。でこのみょうが、これで108円です。これでかいです。1個が超でかい。あえてこのでかいのを選んでみたんですけども。はい。まだこれみょうがこう安いですね。そしてこちらですね。傷という、なんか炭感らしいです。系統としては、その大分でいうカボスみたいなとか、ね、なんかそういう系統っていうのかな。なんかこう酸味がちょっと、カボスより酸味が少なくて、なんか書いてたんですけど、あとね、確かね、ライムだったかな、ライムと、あと、なんか、関東の方では定番な、カボスの代わりじゃないけど、なんていうか、生せして、まあまあ、4種類ぐらい置いてて、これ珍しいなと思って、しかもこの道の駅久留米のこのシールね、これもこれしか貼ってなかったんで、この傷っていうやつだけね、で、買ってみたと。まあ確かにね、アップで見ると、なんかみかんの表面だなっていう感じですよね。そして、レタスです。サニーレタス。以上でございます。これで大体3000円弱ぐらいです。ということでね、サニーレタスを買いました。普通のね、レタスもあったんですけど、普通のレタスよりこっちの方が実は栄養っていうのかな、あれがあるんで、こっちでいいかなと。これ、汁が入って。はい、ということで、クーラーボックスの中に入れて、さっきの、カマス寿司を食べたいと思います。